筋肉をたるませたら意外と施術効果高いんだよ。全部位に有効的なやり方ですので適当に放置します。人って元に戻ろうとする力が出るんですよね。ほらさっきより低いになったでしょ。はい、こんにちは、ゴッドハンド通信の関野です。今日は主義のコンテンツをお届けしていきます。今日のね、主義の話なんですけど、何しようかなと思ったんですけれども、筋肉をたるませたら意外と施術効果高いんだよっていうところをお話ししていきたいと思います。まあ、というのもですね、結構ストレッチだとかそういったのを私配信したりとかね、YouTube とか他の先生方とかそういった動画ね、ストレッチだとか伸ばしましょうみたいな話あると思うんですけれども、また逆にですね、たるませても実は効果があるんだよっていうところを今日お話ししていきたいなと思います。だからストレッチとかね、苦手な患者さんとかもいると思うんですよ。私体が硬くてきついんですみたいにね、思ってしまってね、ストレッチ苦手な方もいると思います。でも逆にたるませてあげても体って変わるんだよってところをお話ししていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょうか。でね、今回はね、この肩周りやっていこうと思うんですけれども、今日のお話参考にしていただいて実際全部いけます。はい、やり方はね、ちょっと今日お届けはできないんですけれども、全部に有効的なやり方ですので、ちょっと試してやっていただきたいなと思います。まあ、さっきの撮影の続きで撮っちゃっているので、このままモデルさんうつ伏せで寝てもらってはいます。で、どこ指標にしようかなと思ったんですけれども、ここに手を挙げてもらって、あ、見えっかな、見えっかな、はい見えます、わかりますかね。今ね、この右手はここに上げていくと耳までつくんですよ。まあ正常ってことですね。でも左はこちらのモデルさん上がんないんですよね。はい、こんな感じです。右は伸びてるけれども左は伸びていない状態にはなってます。はい、まあ、ここの、ね、何かしらが原因で、ここに肩が上がりきっていないというところなので、今日はここが関係、ね、上がらない原因であろう場所をですね、ちょっとたるませてどう変化があるかってことを見ていきたいと思います。そしたらやり方を紹介しましょう。見えますかね。体勢とか、私カメラ、ありがとう、戻して。体勢とかは患者さん体勢こうですけれども、どういった体勢でもいいですし、術者もどういう体勢でもいいです。ただなんかカメラの位置の都合上、私こういうやってるだけなんでね、あまり気にせずですね、ただただ覚えてもらいたいのは筋肉をたるませるってことだよってことです。じゃあどこをたるませていくかってことなんですけれども、今の動きでちょっと疑わしい筋肉、まず1個、棘上筋、はい、棘上筋があります。はい、棘上筋わからない人はググってください。では棘上筋にまず接触します。で、接触して棘上筋たるませるにはグッと肩を上げることですよね。上げてたるませます。まず術者が棘上筋接触、はい、接触してるだけでいいです。押す必要もないです。ただ触ってるだけです。触ってこのように筋肉たるませてるだけです。で、たるませて、適当に放置してください。病とかあんま気にしてないんで適当に放置します。適当に放置して、この触っている場所が、あ、なんかじわーってこう緩んできたなっていう感じになれば OK です。で、実際もう緩んでます。はい、で戻します。で、あとはこう肩上げた時に、結構この肩甲骨周りがね、引っかかっちゃってる人とかいるんですよね。引っかかっちゃっている人がいますので、ここもたるませます。特に血帯動作に近い部分にやってあげて、術者こういう足かましてあげて、ちょっと持ち上げます。で、筋肉と筋肉が、はい、このようにたるむ状態作ってあげます。で、セットポジションこれね。で、また触ってあげてこのポジション作ります。で、このまま放置です。はい、これだけで筋肉たるんできます。で、このままたるんできて、まあ引っ張っても実際のところは柔らかくなりますよ。柔らかくなるけれども、こうたるませても人って元に戻ろうとする力が出るんですよね。だから筋肉緊張しているところっていうのは、このように伸ばしても、僕の考えは伸ばしても別に柔らかくなるし、このようにたるませる元の状態に戻してあげても柔らかくなるし、まあ、そういったアイデアをね、いろいろ使ってね、治療に励んでいただければなと思います。まあ、これで完全に緩んでる状態になりますので、これで戻しましょう。これでどう変わっているか見ていきましょうか。ここから一回グッと上げていく、こう上げていくと、ほらさっきより上がるでしょ。はい、こんな感じ。さっきだとここ結構こんな感じで間は空いたんですけども、今は抵抗なく右に近い状態にはなってます。こんな感じで変わります。で、まだ他にね、硬い場所とか引っかかってる場所とかがあれば、そこをまたたるませてあげる。例えば今こういうふうに上げてって引っかかってるのが
何ですかね、この液化脇に近い部分がちょっとまだ硬いなっていうのがあるから、そこも三頭筋に近い場所から力抜いて、これも硬い箇所の筋肉、緊張してる筋肉に接触してたるませる、はい、これだけです。でここは引っかかってるの、伸ばした時に引っかかってるなというポイントがありましたので、今そこをたるませてる状態ですね。で最大限にたるむ状態にしてあげるといいと思います、うん、一番その筋肉組織が柔らかい状態になるポジションに持っていくってことです。でこれで戻してあげて、またグイーっていくと、はい、ほらさっきより行くようになったでしょ。だからどこがね、どこをどうすれば肩が上がるっていうかは、やはり人によって、その可動域を制限している要因が違うと思うんですよね。うん。だその要因が見つかれば、そこを治療して元の状態に戻してあげればこのように変わるよと。だから今肩が上がりにくい要因として一番考えられるのが、まあ棘上筋のあたりだったりとか、この肩甲骨周りやっていって、それでも取りきれなかったら、また上げた時に引っかかってる場所、そこをたるませればこのように変わるよってことです。まあとにかく今日お伝えしたいのは、筋肉たるませれば元に戻るんだよと。まあ治療のアイデアとして使っていただければ、本当に術者も楽だし、患者さんも痛みなく、変な不快感もなくですね、体が元の状態に戻りますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、という形で今回の動画は以上になります。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ポチッとしてあげてください。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。